カレー飯だけだと、ちょっとなんていうかスープカレーみたいな出来なんですけども、これは今現状柔らかめのドライカレーみたいな感じですかね。微妙です。こんにちは、ウルトラライトレコーディングの西庵です。カレー飯食べてますか？私はいつも録音で山に行くときはどうしても録音の機材が重くなるので、その分食材とかいろんなもので、軽量化を図ってるんですけども、つい最近まで、尾西のアルファ米、有名なご飯ですね、それから畑、天野フーズの畑のカレーっていう組み合わせを割とよくやってたんですけども、ちょっと話題のカレー飯を試してみようと思って一回食べてみたんですけど、これ一箱っていうか、このカップで200円ぐらいで買えるので結構安いなと思って、これ一つで済むならね、アルファ米とカレーと別々に持っていかなくてもいいので簡単だしいいなと思って食べてみたんですけど、ちょっとね、物足りないんですよね、ご飯の量というか食べ応えが少しだけで、今回はこのカレー飯に、今ここに並べてありますけど、アルファ米とか乾燥野菜など追加してもうちょっとカレー飯の満足度を上げてみようという、企画です。はい、それでは早速カレー飯を調理していきたいと思います。まずカレー飯を開けると中はこんな感じになっています。ルーとご飯とか具が入ってあるんですけど、まず今回はこのルーを取り出します。取り出しておきます。そして、このご飯とか具を測ってみたところ、75g ぐらいありました。さらにアルファ米、これ 50g あるんですけど、これを足します。足しました。でさらに、もうちょっと具を入れようということで、乾燥野菜、ほうれん草と人参 3g ぐらい、これを足します。でここにお湯を入れますが、カレー飯自体はお湯の目安量 230ml となっています。ですけども今回アルファ米をさらに 50g 入れてますので、そうですね、まず100入れましょう。この山栓ボトルのこの、なんて言うんでしょう、ネジ山の、カップのネジ山の上ぐらいまででちょうど100入ります。まず100入れます。で、アルファ米 50g だとちょうど 80ml ぐらいに必要なので、さらに100入れます。はい。ということで200入りました。これで、撮影中にですね、ちょっと電話がかかってきてしまいまして、どこまで話したか忘れてしまったんですけど、今カレー飯、のご飯の中にアルファ米を入れてお湯を200入れて、蓋をして15分待ちます。でこのサーモスの、なんかランチジャーみたいなやつのケースをフードコジーとして使ってます。まあ、さらに断熱が良くなるのでこうやって蓋をしておきます。では15分待ちましょう。はい、では、15分経ちましたので、今度はここにルーを入れたいと思います。
かなりご飯がたっぷりできましたね。これ多かったかな。ちょっと水が300入ると多すぎる気がするので、まず50で様子を見てみましょう。湯は普通に溶かした方がいいのかな。たくさん混ぜましたので、これで5分待ってみましょう。ルーを入れて5分経ちましたので、食べてみましょう。まあ見た目は見た目ですけど、こんなどんな味でしょう。タンパク質を補うためにゆで卵を投入します。カレー飯攻略その1、いかがだったでしょうか。ちょっとね、ご飯 50g、 アルファ米 50g 追加は多かったかもしれません。そしてルーをどのタイミングで入れるのか、これはもうちょっと研究した方が良さそうですね。2回目もやってみたいと思います。それでは。